鹿児島近代文学館は、鹿児島県鹿児島市白山町にある文学館施設で、ある。敷地は、鶴丸城跡に所在している。鹿児島市立美術館の裏手に位置し、鹿児島メルヘン館と隣接している。鹿児島市の所管課は、市民局市民文化部文化振興課であり、指定管理者として、公益財団法人鹿児島教育文化振興、財団が管理を行っている。 近隣にある、鹿児島県立博物館、鹿児島県立図書館、鹿児島県歴史資料センター黎明館等とともに、鹿児島文化ゾーンを形成している。1998年1月開館。1階は、鹿児島都特に縁の深い作家である、海音寺長五郎、林文子、向葉都獣、梅崎春夫、島尾俊夫の5名に関する常設展示と、 関連書籍や雑誌が閲覧できるライブラリーが設けられ、2階は、有島竹浦22名の文人に関する資料展示と、向田邦子をピックアップした、向田邦子の世界という常設展示が行われている、ほか、特別企画展の会場にもなるホールが設置されている。入場には、大人300円、小学生及び中学生150円が必要で、あるが、ライブラリーは、 無料で入場できる。なお、隣接する、鹿児島メルヘン換との共通入場券を購入した場合は大人100円、小学生及び中学生50円の割引が受けられる。併設のレストラン、超音館では、ランチや飲食もできる。ありがとうございます。